はい、どうもこんにちは。福岡県篠栗町、自在な整骨院の松本です。今日もよろしくお願いします。はい、では今日もですね、腰痛でお悩みのあなたに、腰痛を改善するためのヒントやアイデアをお伝えしていきます。はい、ではですね、今日も腰痛シリーズということで、ここ最近の動画でずっとお話をさせてもらってるぎっくり腰ですね。今日はそのぎっくり腰が、なぜ、繰り返してしまうのか、なぜこうも、ぶり返してしまうのかっていうところについてお話をしていこうと思います。まあ、このぎっくり腰ですね、漢字で言えば急性腰痛なんて言ったり、突如起きた腰の、とてつもない痛みっていうふうに言われたりもします。でね、ドイツなんかじゃ魔女の一撃なんて言われたりする、それぐらい、トリッキーなものになります。じゃあこのぎっくり腰ってまずそもそもなんで起きるのかっていうと、やはり筋肉の問題が一つあります。まあ、こう書くとですね、まあこう背骨があって、ちょっと簡単に書きますね。骨盤がこうありますと。骨盤がこうあります。ちょんちょんって。こうあったとして、まあこう骨盤がですね、まあこの骨を支えるために、筋肉がこんな風についてます。ぎゅーって。こんな感じでついてるんですね。これ、まあ、体の大黒柱と思ってください。体の大黒柱ですね。で、この筋肉が、腸腰筋って言います。ね、動画で何回もこいつ出てきましたね。腸腰筋です。この筋肉っていうのがしっかり、この背骨、を支えることによって、このまず僕たちしっかり姿勢を保てたり歩けたりするんですね。じゃあぎっくり腰が起きるときって、まあ要はこいつがうまく支えれなくなっちゃうんですよ。で支えれなくなって、まあね、ぎっくり腰になった人動けなくなりますよね。人間の体ってやっぱ支えれないとそもそも動けないんで、こいつが悪くなるとぎっくり腰になります。まあ、ぎっくり腰いろいろ原因あるんですけど。まあ、今日お話しするやつは、こいつの、ぎっくり腰についてお話をしていきます。はい。で、この腸腰筋ですね。まあ、一回なっちゃって、ね、例えば若い頃にぎっくり腰になりましたってなった後に、例えば年々経った後、例えば50代、60代になった時に、よくすごく前になったぎっくりがぶり返すとか、腰痛がすごく辛くなったとかっていう声をよくお聞きします。これにも絶対理由があるんですね。っていうのも、このぎっくり腰っていうのを放置してると、まあ、要はこいつがうまく支えれてないわけですよ。だからこいつ、体の中の大黒柱であるこいつが支えれてないと、周りの筋肉にも少なからず、いや、めちゃめちゃ影響が出てくるんですね。はい。まあ、こいつがちゃんと支えてれば、その筋肉たちにも負担がなく、まあ、平穏な状態になるんですけど、こいつがサボってる。まあ、うまく使えなくなった状態が長く続くと、周りの筋肉がめちゃめちゃ頑張ります。めちゃめちゃ頑張ります。で、めちゃめちゃ頑張るってことは、その、何かしらそこの筋肉に負担がかかるってことなんですね。例えば、この腸腰筋って言われる筋肉が使えないことによって、周りの筋肉、例えば背中の筋肉ですね。背中の広背筋という筋肉がありますが、その筋肉が、姿勢を支えようと頑張ります。で、その姿勢を支えようと頑張ってる、プラス自分の体、例えば、重たいものを引き寄せたりとか、なんか、そうですね、赤ちゃん抱っこしたりとかっていう風な、動き、体を動かすのにも絶対使ってくるんですよね。で、やっぱ人間でも二つ仕事やったらきついじゃないですか。で、筋肉もこういう風にこいつの代わりに支える、っていう仕事と、普段自分がやってる体を動かすっていう仕事を二つやっちゃうと絶対へばる時が来るんです。それが二回目のぎっくりになります。っていうふうに、こいつが使えないことによって、その使えないことが長時間続くと、周りに負担が来ます。で、その周りに負担が来ることで、前まではこいつだけが原因だったの。ぎっくりなのに、周りの筋肉も全部巻き込んでいって、ぎっくり腰がよりひどくなってしまうんですね。なので、ぎっくり腰を放置してしまうと、必ず悪化します。必ず悪化します。
それがもしかしたら明日かもしれないし、1週間後かもしれないし、1年後か10年後かは分かりません。ただ必ず悪化します。なので早いうちに手立てを打っていくことが重要になるんですね。はい。でまずですね、まあ、このぎっくり腰ってまずそもそも何なのっていうことと、じゃあぎっくり腰を放置してぎっくり腰を放置してしまったらどうなるかっていうのをちゃんとですね把握してもらった状態で、しっかり日々の生活、まあ、腰痛にどう向き合っていくかっていうのをやっていただけると、かなりこれからの、腰痛との人生、腰痛を治すためにはっていうところに必ず役立つと思いますんで、ぜひですね、あの動画を参考にされてください。で、お困りのこととあればですね、他の動画アップしてたりとか、下の方にリンクも貼ってますんで、ぜひ、あの、頼ってください。あの、腰痛のことであればですね、必ず力になります。では、今日もですね、動画を見ていただきありがとうございました。